動画をご覧くださりありがとうございます。パンダ178です。ついにこの時がやってきました。来週仮面ライダーポピーいよいよ登場です。今回は彼女中心で話を進めたいと思います。大将でキリアがいなくなって、でガシャッと1個余ったじゃないですか。でそれね、サイバニコかポピーが使ってくれないかなってちょっと思ってて、まあキリアのガシャットは今 M が使っちゃってるんですけど、ポピーの方は新たなガシャットで変身することになります。彼女は衛生省から派遣された職員、狩りのアスナであり、本来の姿はドリミアビートのバグスターポピーピポポポ。僕ピポポポって言ってましたけど、まあライダーがねポピーなんで、今後は僕もポピーで統一したいと思います。彼女についてはね、なぜバグスターが人間の味方をするのか、そこについては触れてこられなかった。ゲームで生み出されたものなんで、最初はねクロトのことも信頼しましたよね。現状はゲームの新社長天崎によって洗脳というか、まあ、プロテクトが解除されたというかによってバグスター側に戻りました。ただこれ天ヶ崎の能力だったとしたら、彼もなかなか強敵にはなりそうですよね。なんか精神攻撃タイプとかかもしれないですね。でここが大事だと思うんですけど、彼女本来はどうなのか。まあパラダ同様悪のバグスターなのか、もしくは人間の味方になったバガモンみたいなバグスターなのか。まあとにかく現状は敵になりましたよね。仮面ライダークロニクルのナビ25話の感じだと善悪の概念はないのかなと。まあゲームキャラとしての役割を忠実にって感じですかね。それから演じていらっしゃる増田瑠香さんですね。僕役者さんのプロフィールがどうとかあんまり見る方じゃないんですけど、彼女に関してはね結構ネットとかでも見てますよね。もうこの役に関しては個人的にはドハマりで、まあポッピープログラムとかロボットみたいな役っていうのは、まあ幼い可愛い感じというか、まあ仮面ライダーウィザードの暦タイプみたいな感じも考えられたとは思うんですけど、でも増田瑠香さんお姉さんタイプですよね。スーツとかメガネとか似合うし、で目元にねほくろとかあって、なんかすごいいいですよね。でまあポッピーの時の衣装とかにも違和感ないですし、あとね何かの雑誌で見たんですけど、ポッピーと狩りのアスナは別々の方が演じる案もあったらしいですね。だけどね今のコスチュームチェンジで大正解ですよね。だっていたずらにヒロイン増やすとどっちかが空気になっちゃう可能性あるじゃないですか。それからポッピーはヒロインだけど守ってもらうタイプではなくて、いざという時は最前線にも出る。12話ではバトルにも参加しましたしね。それでこっからは僕の希望なんですけど、彼女によってこういうのが標準となってくると、今後のね2号ライダーが女性ってパターンを増えますよね。それにはねまず強くあってほしい。ガイムの時の津久井みなみさんがやってた仮面ライダーマリカみたいな、あくまでもサブじゃないと、メインになり得るライダーであること。それからマリカの時もそうだったんですけど、まあ、ライダー陣には女性らしさは欲しいですけど、かっこいいアクションも期待しますよね。ここまでのポピー見る感じではそんなに心配はしてないんですけど、これね超スーパーヒーロー対戦のパンフレットの裏なんですけど、これ見てくださいよ。この使われるかどうかわかんないのにこの作り込みですよ。まあそういうのがあるんで、他の男性ライダー同様レベルアップもお願いしたいですね。あ、でもベルトバグバイザーだからガシャと日本させないのか。まあねその辺ちょっとなんとかしてほしいですね。今のデザインは可愛い感じだから、レベルアップではね他の男性ライダー圧倒するような感じも欲しいですね。あ、でも逆に可愛いとか
乙女とか極める方向もちょっと捨てがたいなと思いますね。で、せっかく仮面ライダークロニクル参加するわけだから、ポッピーが全員倒してもうクリアしちゃってほしいですね。まあ何の動画かちょっと分かんなくなってきてるんですけど、まあとにかく4月9日の第26話、今からちょっとね落ち着かないところではあるんですけど、みんなで、楽しみにしておきましょうって感じですかね。では今回はこの辺で、パンダ108でした。